第二代、スペンサー伯爵ジョージ・ジョン・スペンサーは、イギリスの貴族、政治家、ガーター勲章勲爵士、数密顧問官、王立協会フェロー、ロンドン公国科協会フェロー、ホイック等に所属し、王子章書、海軍教、内務大臣を歴任した。1765年に、父がスペンサー伯爵に上されてから自身が就職する1783年までは、 オールトラップ試着の儀礼称号を称した。1758年9月1日、イングランドサリー州のウィンブルドンで、後に初代スペンサー伯爵となるジョン・スペンサーの唯一の男子として生まれた。ハーロー校を経て、ケンブリッジ大学トリニティカレッジで学び、1778年に修士号を取得。その後1780年までの2年は、グランドツアーを行った。 1780年から1782年まで、ノーサンプトンシャー州選挙区選出の、1782年から1783年まで、サリー州選挙区選出のホイッグ等、所属庶民委員議員。1782年には、ノース卿フレデリック・ノースの内閣に対する当格運動に参加し、続いて発足した第二代ロッキンが無公爵。 チャールズ・ワトソン・ウェントワースの第二次政権では、大倉教委員の一人に任じられた。1783年に、父親の死去により、借位を相続し、貴族院に移った。フランス王類16世が処刑され、フランスとイギリスが改選すると、スペンサーは、エドマンドバークが主張するフランス革命批判に、同調し、首相ウィリアム・ピットの支持者となった。 1794年6月11日、ショーピットにより、初代スタッフフォード公爵、グランビル・ルーソン・ゴアの公認の王子証書に指名されるが、数日後神聖ローマ、帝国中殺特命全権大使に任じられ、ウィーンへ赴任。帰国後、海軍教として、再び入閣した。スペンサーが大臣職を務めた6年間は、 イギリスの海軍史において最も輝かしい日々であった。イギリス海軍はサンビセンテミサキの海戦やキャンパーダウンの海戦に勝利し、スピットヘッドとノアの反乱を解決した。また彼はナイルの海戦に先立って、ホレーショネルソンを地中海派遣艦隊の指令に指名した。続く2年間ネルソンと反抗式の通信を続け、ネルソンの健康状態が 会場勤務に耐えられないならば帰国するよう提案している。1801年にショーピットは首相を辞職し、スペンサーも職を離れた。1806年に初代グレンビル男爵、ウィリアム・グレンビルの下で内務大臣に任じられた。1807年の退任後は、政界から引退、ノーサンプトンシャー州の経営や文学的、自然科学的趣味に専念した。 1813年から1825年まで王立研究所の第二大理事長を務めたほか40年にわたって大英博物館の理事であり、1812年にはロックスバーグクラブの発起人の一人として初代会長となった。晩年のスペンサーは修書家としても知られており、祖祖父の第三代サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーが作ったオルソープ図書館を ヨーロッパ随一と評されるまでに再考させた。蔵書について、トマス・フロングナル・デイブ・ディンは、ビブリオテカ・スペインギリアナ、デアル・ソープン、ブック・レアリティーズ・イン・ロード・スペンサー、エス・ライブラリーといった書誌を表している。コレクションは1892年に、エンリケタ・オーガスティナ・ライランズによって購入され、ジョン・ライランズ図書館の所蔵となった。1780年に、 王立協会フェローに選出された。1794年に、数密顧問官に劣せられ、1799年に、ガーター勲章を授けられた。ガーター勲章については、1797年に、受訓を内示されたが、初代ハウ伯爵、リチャード・ハウが受けるべきとして一度辞退したエピソードがある。1834年11月10日に、ノース・アンプトンシャー州、 オルソープで死去し、同州のブリントンに葬られた。爵位は、長男のオールトラップ死爵ジョン・スペンサーが継承した。スペンサー伯爵夫人ラビニア・スペンサーは1781年3月6日に、初代ルーカン伯爵、チャールズ・ビンガムの長女であるレディ・ラビニア・ビンガムと結婚した。彼女は、美貌と知性で名高く、分断、海軍。 正解に幅広い友人を持つ当時ロンドンで最も著名な女性であった。夫人との間に以下の六男三女を設けた。スペンサー伯爵夫人ラビニアは1831年6月8日に死去した。ありがとうございます。